どいし、おおぎり。こんなイカゲームは嫌だ。もしもだるまさんが転んだで動いちゃったら、銃で撃たれるんじゃなくてインクをかけられる。スプラテンかよ。イカゲームってそのイカじゃないのかよ。スプラテンのイカじゃないよ。それにインクをかけられるぐらいいいじゃないか。じゃあこのインク爆発することにしよう。無理やりひどくしなくていいから。こんなイカゲームは嫌だ。まばたきしただけで動いたことにされて撃たれる。厳しすぎだな。まばたきもダメなの？あとスカシッペの音でもアウト。音もダメなの？スカシッペなんてほとんど音しないよ。髪の毛が風で揺れてもダメだから。髪の毛も動いちゃダメなの？先生はげててよかった。こんなイカゲームは嫌だ。だるまさんが転んだのスピードが、だるまさんこれだ。めちゃくちゃ速すぎだな。こんなんだったら動けないよ。終盤になるにつれてもっと速くなって、ドレス。もうだるまさんが転んだって言ってないでしょ。こんなに速かったら誰もゴールできないよ。こんなイカゲームは嫌だ。振り返る勢いでカツラが落ちちゃう。こいつカツラだったのかよ。またつけて、振り返ってまた落としてを繰り返す。そんなに落ちんのかよ。カツラアロンアルファでつけとけよ。瞬間接着剤でくっつけてもすぐ落ちる。ならもうハゲのままでいろよ。こんなイカゲームは嫌だ。もしも動いちゃったらイカで叩かれる。地味な攻撃だな。だったら熱々のイカリングをぶつける。それでも地味だから。だけどめっちゃくちゃ熱々だよ。熱々ぐらい大丈夫だよ。じゃあ美味しいイカのお寿司を食べるところを見せられる。それは攻撃なのか。こんなイカゲームは嫌だ。ゴールまでの距離がめちゃくちゃ遠い。こんなに遠かったらゴールにたどり着く前に動いちゃうよ。なんならスタート青森、ゴール東京。そんなに遠くて動いてるかどうか見えんのかよ。だるまさんが転んだって声も聞こえてきません。じゃあもっと近くからやらせなさいよ。疲れちゃう。こんなイカゲームは嫌だ。海の中でやらされる。泳いで進んでいかなきゃいけないの？ぷかぷか揺れてもアウトだから。そんなの絶対無理だよ。波で動いちゃうよ。こんなイカゲームは嫌だ。進んでてなんか踏んだと思ったら金底落ちてくる。マイクラかよ。ただのだるまさんが転んだじゃないのかよ。仕掛けがあるのかよ。みんな大好きマグモダイブもあるよ。銃で撃たれるよりも恐ろしいな。こんなイカゲームは嫌だ。参加者が動物でそこを動いちゃう。ルールもわかんないのにやらせるなよ。この後撃たれて美味しくとんかつになりましたとさ。めでたしめでたし。何がめでたいんだよ。チャンネル登録よろしくお願いします。